噛みつく、噛みついて一回どれぐらい？バカが穴が見だお前の髪型燃え尽きよ。わーそうこれは勝てる。どっちが大きいですよこれ。シュピーゴージャス、ナオスケとポケットモンスター金銀銀イエーイ久しぶりに決まりました。決まりましたね。はい、おえ何ですか？あれどうしたの？何ですか？どうしたの？どうしたの？お嬢様みたいな格好して。いや流行りなんですよこれ。流行ってんのこれ？流行ってるんですよこういう大きい襟。大丈夫？乗っ取られてない？そちらさん乗っ取られたの？そちらさん気をつけないと自分をしっかり持たないと。そうですよね、自分をしっかり持ってね。そんな感じで、はい、山田マン、はい、お願いします。一時的なポケモンボールも揺れてますよ、ね、揺れちゃうぐらい動揺してますよ。前回のここまでのやつ覚えてますか？はい、言っちゃえよ。オッケー、ジム行った。うわおこれはまあ行きましたね。ジム行った正直2週間前だし。そうですね、2週間前のそのちょっと前にまた大きなことがありすぎちゃって、ありすぎちゃった。もうちょっと笑うんですよとりあえず進めていこうということです ね、 そうですね。今回めちゃくちゃ時間取ってますんで。めちゃくちゃ時間取って今日ね、がっつり進めていただいて、うん、ゴージャスさんの集中力が持つかどうか。今日は大丈夫、朝一からだったら大丈夫だから。あ、なるほど、ね、おーおーおー。で、直輔の衣装が変わるまでが今回撮ったとこっていうことえ、一応持ってきました私。あ、持ってきたの？もう一着、はいはいはい、おー、はい、一応ね。ちょっとどちらも楽しみにこれ言っちゃうとダメなんだけどじゃあそんな感じで、じゃあ早速、はい、ゲームから行きましょう。こちらです。ドゥン。はい、OK です。みんな、ナオスケかわいい、ナオスケかわいいってくる、たぶん。やったー、ツイッターのフォローお願いします。使ってないよ。もう、なんだっけな、虫だっけ。いろんなのちょっと確認していいですか？確かに確かにあ、そっか、もう、あれだ、マグマらしになったんだ。そうですね、ゴージャスさん進化してます。ワニの子、ほ、私もワニの子から進化してるのか。オンリースズメ。そうだ。ポケモン言えるかな、歌ったんやつね。うん、そうですね、歌いましたね。公開されてましたね。公開されてからの急にですからね。びっくりしましたよ。罰ゲームが本当の罰ゲームになるところですよ。確かに。あれで世界的に広がってなんかなったのかなって、ね。うん、ああ、認知されて、うん、ね、まあ。ゼロではないかもしれないですね。お、よし、いいですね。直輔さんもアリゲイツに進化していると。はい、多分昔の私はアーボを育てようとしているんですね。さあ命中率を下げました。おお、さあほらジムニーダー戦です。相性的にはね、もうゴリ押しって感じですね。ノーマル。あ、全然効かないじゃん。ノーマル全然効かないさあ、直輔さん、トランセルとの戦い。はい、楽勝ですわ。おお楽勝ですわ。面白いね。あちょっとショックなんだからやめてくださいよ。前回から面白いお、こっちも21に上がった。電光石火。お、電光石火、電光石火なんか最強なんじゃないこれ。にらみつける、にらみつけるってなんだっけ。防御力下げてくれるやつです、ね、防御力。いや、いらないな、防御力なんて関係ないもん。いや、関係ありますよ。関係ないよ。それより強い力でぶたれた方がいいでしょ。ああ、まあまあ確かに、うん、ね、はい。ああ、ちょい残し、ストライクだ。かっこいい、かっこいい。初代で捕まえられなかったストライク。ストライク、ストライク。さあ、ジムリーダーですかね。そうなんですよ。あ、ここでジムリーダー、やべ、見られたやべ、見られた。ジムリーダーが何なのかバレる。お、ゴージャスさん勝ちました。やばい、めっちゃちっちゃめだ。お母さん、お母さん、お、もしもし、ごとし元気？電話かかってきました。今日お買い物に行ったら良さそうな道具が売ってたから、耐えられるか、ごとしのお金で買っちゃった、ごめんね。なんつう母だ。パソコンに入れておいたから使ってね、きっと役に立つわ。ピー、まあでもな、うんうん、なんか買ってくれましたね。お年玉とかもさ、お母さんに預けたらしょうがないよね。なくなる。使われても文句言えない、ね。
お、直輔さん勝つか。おー、倒しました。ナイス、アリゲイツ。よし、勝ちました。私も待ちつきましたわ。おお、ゴージャスさんも到着。全然全然、今回はね、私はね、はい、スピードじゃない、もう本当に失敗しない、それだけ。失敗しない、はい、それが結果的にスピードにもつながるわけですよね。そう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 、なるほど。あなたも岩鉄さんにボールを作ってもらいに来た。岩鉄さん多いよね、そういう人。あ、連続ハイパーボールだ、ハイパーボール。さあ、直輔さんは2つ目のバッジをはいゲットいたしましたと。楽しんでんのか、おい。楽しんでます。私はもう以前の自分との戦いということで、もう最速でいきたいと思います。最速で、これはゴージャスさん、はい、ガンガン差をつけられちゃう可能性ありますよ。結局サンダーとか取り逃しちゃうからさ。ああサンダーまだいんのかな。この世界線にもいんのかな。いないの。ちょっとまた変わってんじゃないですかね、伝説のポケモンね。さあ、終わったけどどうすりゃいいの。これはこっち行ってもしょうがない。まあでも、迷わない。上目の模様行かなくていいじゃん、まだ。あ、待って、ライバル、ライバルいたな。で、私ライバルに負けたんだ、2週間前の記憶が。そうですね、ありましたね。このままゴトシだ。そうだ、 あれがないとダメだ。あの枝切り、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 何でしたっけ。いや、枝切り、枝切り。抜刀みたいな、抜刀みたいな。どんどん近づいて、遠のいてますよ。あ、お金が足らないな。木炭もう足せると炎タイプの技の威力わかる。木炭欲しい。木炭欲しい。木炭、え、これは何、俺だから木炭なの。直輔の場合は木炭じゃないの。いや、ここは木炭が売ってます。あ、木炭。ちょっとだけ修行しますわ。じゃあさあ、直輔さんが修行するという、はい、ゴージャスさん的にはチャンスかもしれないタイミングですね。俺も修行するわ。え、いいんですか、私進んでますよ。いやいやいや、あと40はあるんだよ。そんなに。そんなにありますかね。40は40あります。いや、ロケット弾知ってるか。いや、知らなくてもええ、話を進めるぞ。3年前に解散したはずなんやが、とにかくそいつらが井戸でヤドンの尻尾を切っては売りたばいとるんや、うん、だからわしが言ってちと懲らしめたるんや。よし、待ってろ、やだ。あ、外した。男岩鉄が助けたると。あ、お早い。これ早かった。さあ、どこに行っちゃったんでしょう。あ、そう、さっきの洞窟でしょ。お、ピンとくるよ。お互いに巻きついてますね、これ。さあ、アーボ対決。アーボ対決です。アーボイーブ。すごい。やはりめちゃくちゃ披露してくれる。ほらほらほら、罰ゲームじゃないじゃないか。入ってる、入ってる。罰ゲームじゃないって書いてあったね、やっぱね。ちょっと優しすぎましたかね。ちょっとでも全身タイツが似合いすぎちゃって。あ、まあ、確かに。でもあれを今度直輔が着るって書いてあったね、なんかね。負けたらですよ。まあそうですね。負けたら。フチの人が見れて。確かに。確かに。需要あんのかな。まあ、そのためにはゴージャスさんが買っていただかないと。まあな。どうするって言ったら、俺買ったらあれ着る。もっと可愛いのがいい。あのもじもじくんの、のもじもじちゃんみたいな感じでスカッつけてほしいです。あ、つけるね。うんうん、大丈夫。それだったらまだ。これ言っちゃったらやらないといけなくなっちゃいます。確かに確かに確かに。ここに来て全身タイツですか。いいじゃん、新しい領域に入っていかなきゃダメだよ。全身タイツですか。結局ね、うん、全身タイツで熱波師やったらいいじゃん。まあ話数長いんでね、たまんないんすよ。たまんないのかな、フェチが。どういうフェチですかそれ。ポッポ、ポッポは負けてしまうんで、これもレベル上げ用意です。お、いや、完全にポッポをレベル上げてる感じですね、ゴージャスさんは。ね、そう。お、まあ、捨てるけどポッポは伝統で。え、また捨てるんですか。あれ、所詮ね、野鳥だから。
マジこらった。あれ？このまま。あ、ん？お。あ、あ、もらってた卵。ちょっと見ない方がいいですよ多分。持ってますからゴージャスさんも。楽しみ。あ、え、すごい。かわいい。うわ。誰？ピチュ？ピチュじゃない？うわ。来た。ピチュ？ピチュじゃない？ピチュ。来た。ピチュでしょ。うわ。いや来た。え、誰誰誰？かわいい。ミュウツー、ミュウツーじゃない？ここでミュウツーもらったらやばい。ミュウツー。かわいい。これはたまらんですね。サンダー出てきたんだよ。サンダー出てきた。卵から。いやーって。伝説がまさかの。伝説が。なるほど。こっから卵システムができたんですね。卵システム。卵システムわかりますよね。卵持ってるから。卵システム？うん。卵。うん、卵。卵。はい、はい、当たって。はい。おお、オッケー。アーボオス？ん？メスか今の。メス？アーボもあれになったんだね。オスメス。そうですね。ポケモンにオスメス機能がこの金銀バージョンから追加されているので。さあこのオスメスバが追加されたのが何を意味しているのかっていうのも後々わかるかもしれません。なるほど。分かっちゃった。お。お？卵を産むな。おお、すごい。それだ、卵システムだ。おつながった。名探偵だ。名探偵ゴージャス。すごい。ちょっと行ってみます私。うわ。行っちゃいますか。今年に。時間の無駄。やばいやばい。前回でも結構ギリで負けたぐらいの感じだったよね。いやそうですね。そうですよね。負けは負け。厳しいな。きた。さあ、そう、また今年が。さあ、直輔さんはゴトシがベイリーフを繰り出そうとしていると。はい。ちょっと戦わしてみるか。確かに我々はロケットの3年も退散した。だがな、こうして力に潜り活動を続けてきたのだ。うん。これから何が起きるか楽しみにしているがいいぜ。うわ。あ、デイ。あ、聞こえ。よしよしよし。ガンテツ。来た。ロケットの奴ら逃げてる。効果抜群。効果抜群だけど。腰の具合も良くなったし、わしらも帰るとしよう。お、これ完全に心開いてくれた。おお、ゴージャスさん心開きました。ああ、なるほど。吸収出せた。うん。働き。おお。見えた。おお。ボール作ってやりたい。おお。お。来たよ。これだけとりあえず持ってけ。ルアーボール。ルアーボール。初めて見ましたね。ルアーボール。売ってないよルアーボール。ルアーボール売ってないですね今のところ。ちょこれよこれ。スーパーボールですか。ハイパーボールとか。はいはい。え？葉っぱがった。吸収当たる。売ってなかったよ。あれビクロに。ビクロ。ビクロ。ビクロに。葉っぱがった吸収に当たりまくるんですよね。吸収当たりやすいですからね。おお、三連続吸収じゃないですか。ちょっとちょっと。困りますよ、お客さん。お客さん、お客さんやったんですね、今年。困りますよ。さあ、進みましょう。おしおしおし、いいよ。お、ジムは？あ、行った。ジムは行った。さあ、直輔さんは？じゃあ、さっきの直輔、これ、あ、全然、あれだね。30分差。オッケーオッケー。どうすかな。いやー、ちょっと待って。まだやらん。え、まだやらない。まだやらない。うん。耐えられるか。これか。あうわ、あ、先に行っちゃうパターンですね。あ、私と同じ過ち。直輔さん全く同じことして前回やられちゃいました、うん、スターリゲイツも成長してますから。さあ果たしてゴージャスさんこの戦い何体何体どうなるのか。母ちゃんいいんでしょう。もそうですね、勝てば何の問題もないですね、うん、ゴース。さあポッポゴースと、ちょっとひるんだひるんだひるんだ。よしナイス。お、勝てそう。よし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 ましたよし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 。さあ長きにわたったいいぞいいぞベイリーフ戦。さあ倒しました。あー、もうズバッとか。いいね。残りズバッとのみ。ほう、さあこれはいただきました。いや全然。よっしゃ、もう燃え燃えろ。炎上だ、炎上しろ。よし炎上した。炎上した。いいっすね。炎上した。お父さんいいですよ。あれ、もしかして勝ってんじゃないこれ。ライバルに勝ちました。さあ直輔さんは勝利。結局ひでほらほらほら、あーレベル上がっちゃうこれ。さあアリゲイツ、入れ替えません。入れ替えない。
あれだ、直輔使ってるやつだ。そうですね。え、御三家、御三家、アリゲイツ、ワニの子の進化ですね、うん、ワニの子。え、水、水じゃないこれ、水、水かいこいつ。お、はい、あ、あー、やばいやばいやばい、あー、消化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 、やばいやばいやばい、あ、お、そうでもないさあ、いやこれでも痛いですよ、だいぶ痛いな、うん、まだちょっと、あ、ポッポでいっちゃうか、ちょっといけますかね。待って、水、この判断ね、草、電気、いや、これ行くしかない。攻撃持ってんのか、ポッポッポ覚えてました、水鉄砲、どんなもん、どんなもん、大丈夫でしょ、すごい食らうすごい食らう。さあ、ゴージャスさんはポッポをダメージ食らわせるだけ食らわせて戻しました。でもこれ戻してまた食らっちゃうの俺。そうですね。あれ、いや、大丈夫です。OK。これ完全に無駄な1ターン、2ターンぐらいを過ごしました、今。睨みつける。バカが、お前は俺を睨みつけてバカやっちゃったな。バカやってるんですよ、これ。電光石火。バカやってんのかな。バカやってましたか。オーラ、うん、おお、すごい、いいですね。バーカ2段でも無駄だ、下がったやーべ、やばい、クソ水鉄砲どんぐらいやんの、やめて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 、そんなに変なこと、抜群でこんぐらい、バカ野郎これもう終わりじゃない、これもう完食か、あと少し、あと少し、いける、もう急所が当たっちゃえバカなこと言うな、急所が当たっちゃえ、一回挫折した方がいいですよ、こいつさ、何がいらないのか、何がいらないのか、もう勝ったじゃん、わーすごい、水に勝った、挑発させてやったよなんかやってくんで、噛みつく、噛みついて、一体どれぐらい、バーカーが穴紙だお前の髪型燃え尽きよまずそうバーカーが、やばい、ズバッとかわいそう、どっちが開くかわからへんのこれは勝てる、どっちが開くんだよこれシュピーンすごいかわいそうだ、本当に見えてきた、ズバッと逃げろ、ズバッと逃げろえ、負けてんのこれ、なおちゃん、なおちゃん負けた、腹立つ腹立つ、なおちゃん、はい、もうこっち行っちゃいます、え、捕まんない、さあ、コクンがなかなかゲットできず、お、ここない、まあ、ボールを、あそこを切ればいいんだね、でもまあもう捕まえよう、炭の材料になる木を切る、カモネギ、あれ、一つちょっと謎があるんですよね、よいしょ、お、よし、ゲットしました、やっとのことで、やっぱ図鑑も集めていきますか、カモネギいた、お、カモネギ、あ、ねえ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 、見てねえだ、え、カモネギ、ねえ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 逃げますね、やばい早いとこまで行っちゃう、これやばいやばいやばい、あ、これ逃げられないでしょ、うん、あ、え、どうすんのこいつあ、パラスですね、パラス、あー、このまま、このまま、なに、なに、なに、お、パラス、ゴージャスさんもパラスが出ました、お、さあ、これは虫けらみたいな感じで燃える、燃えるんだよ、これ虫は一番燃えるからね虫が一番燃える、一番燃える、虫が一番燃える、ひどい言い方がやばい、この鳥の形が一番怖いんだもうレポートするんだ、絶対にフリーザの事件がありましたからねお、何、おお、これ捕まえられる、捕まえられるじゃん、これ追い詰めました、ほら、やった、こういうことでしょ、え、ありがとうな、うん、親方の子も俺に、あ、これ俺がね、うん、はい、よかった、これ捕まえたから、何なの、よし、これで、あ、切ってくるのか、お、レベル22、が見つけて、おお、そうだよ、木を切ることがこういう、うんうん、俺たちミス、ちょっと俺たち炭が作れねえ、うん、おお、もう元気のかけらもらった、お、ゲットしました、お、あ、ごめん捕まえるときに毒を浴びせちゃったんで、ヒワダのジムバッジを持ってないと使えないから、あ、電話電話だ、ゴゴロ、それから聞いてくれよ、この前もう少しのところでトランスルに逃げられてバカ野郎かあれはもったいなかったね、燃やせ燃やせそれではまたね、ピーかわいそうに
俺の話全然聞かないじゃないですか、うん、一方的に一方的にだそういうのダメだよ、うん、女の子に嫌われますよ一方的に自分のことだけ言う人って。おお、なるほど。お、ゲットしました。ゲットしました。さあカラスに教えます。カラスに嫌い切りを、はい、禁止ですが覚えさせました。よこせ。おっしゃ。ほら、ほら風、風で飛んでけ。さあ直輔さん一足先に居合切りで突破しました。はい。あれ、もう。直輔ももうやってたの鳥。え、鳥やってました。鳥やってました。はい。なんだ。ちょうどどういうことなんだろうと思ってたんで。俺が先だと思う。真横で。トランゼル取っとく？お。さあゴージャさんがどういう判断をするのか。虫だけど取っとこうか一応。あれ。スーパーボールを使ったらバカだなこれ。ルアーボールってなの。釣り上げたポケモンだと捕まえ釣り上げた。うん。どういうこと？え？その名の通りですか？釣り。釣りなんていうのはなんかあんの？え？あれ初代やりませんでしたっけ？やりましたよ。やらなかったでしたっけ？釣り行こい。その時の映像こちらです。いいついた。お、水のポケモンが釣れないんだ。綺麗に。ああ、覚えてた。思い出したんだ多分。とりあえずやってましたね。ことことさあゲットできるか。青し。燃やすのこいつ。燃やす。あーやっぱり可愛さ余って肉さ100倍だ。可愛さこの、あ、お、もうそういう、あれか、元気のかけら。空も見えないものです。へえ。いや、ここら辺で最強だな、もう俺。もうそうですね、もう、あ、もうじゃあジム簡単なんじゃないもうこれ。でも、俺は慎重派だから。うん、慎重に行くと。慎重に行く。修行するんですか？修行、いや違う、俺は楽しんでやってる。楽しんで、ああなるほど。修行も楽しいですよ。いや修行じゃないです、俺は、うん、あフェスって呼ぶから。フェス、フェス、これフェス中なんですか今？フェス中です。フェス中だったんだ。フェス中だったんだよ。あーすごい楽しそう。おーし、もう行こう、ジム行ってパッパッパで、まだこれ終わっちゃうもん、ちょっともう。そうですね。フェスもう疲れた。結構フェスしてましたもんね、今ずっと。お母さん何買ってきたんだろう。確かに、そうですね、電話で。あ、そっか、私貯金がないから買わなかったのか、お母さん。あ、いい傷薬。そうですね。俺の金でお母さんありがとう。お母さん買ってきてくれてました、いい傷薬。おー。ちょっとぼこしてくるわ。お、軽く。軽くぼこしにジムセント。ぼこしに、ぼこし。ぼこし。ぼこしじゃなくて。名前が変わった。うん、待って。虫じゃないこいつ。虫。見た目は虫ですね。燃やすか。なあ。燃やし祭り始まるぞ。うわあ。毒針。毒？うん、うわ。毒ってでも感じないから。初代の時それで何回か命尽きてましたけどね。今回は違います。今回違うんですね。はい、本当に感じない。おお、あら、なんだろう。へえ。レディバー、レディバー、虫だ。気づきました。虫です。じゃあもっと早く来てもよかった。いや、そんなことはない。お、俺の考えは間違いがない。私失敗しないんで。おお、お、ドクターいる。海とルミも燃やしてやろうか。やめてあげて。ダメです。絶対ダメです。さあ直輔さん、ブルー。うわ、何これ。ガクッと探す。スピア。かっこいい。かっこいいですね。ハチ。あれこれ、乱れ好きだって。乱れてねえな全然。あ、乱れてる。あ、いっぱい来た。2回当たった。あー、ほら、レベル15になった。おー、おー、いいですね。ここだ、マ
なんかまたポッポが即戦力になってますよ。いや、2月からこれポッポ2月なんですか。野鳥だやっぱり2月だったら違うことさせた方がいいですよ。所詮野鳥はさ、僕つくし虫ポケモンのことなら誰にも負けないよ。なんて言ったって将来は虫ポケモン研究で偉い博士になるんだから、というわけで僕の研究の世界見せてあげるよ。燃やしてやるよ。かわいそう、研究してんのに。本当に研究を一回ここで一回終わらせてやるよ。心を燃やしてあげるってことですね。大人を怒らせたってこと。本当分からせてるこれ。心ね。あ、はい、ゴージャスさんの好きなディグダが来ました。ディグダ、ディグダ一匹じゃどうにもなんない。そうなんですか。そうそうそう、3人よればディグダ、3人よればディグダ。そうですそうです、ダントリオ。そうですね、前回初代使ってましたもんね、ダントリオ。最強最強。うん、しかもディグダから育てたわけじゃなかったですもんね。あ、確かに。そうそうそう、もうだからディグダにはディグダには何の熱量もない。そっか、かわいそうだ。ストライク、よしよし、入れ替えよう。ストライクって強いですね、多分ね。一回いい、一回見せて、うちの大将出すわ。お、あ、これか、あれ、さっきのはストライクメスだ。どういうことですか。え、どういうことですか。見た目が違うからってことですか。そうそうそう、あれさっきなんか、あ、進化版。いや、いい、どっちにしてももう燃やせば同じだよ。さっきのっていうのは直輔さんの。そうそう、直輔の見たやつ。これバージョンが違うんで見た目が違います。あ、そういうこと。見た目っていうかポーズが違うだけですね。分抜族、うん、にらみつけた。ダメージは入ってない。電光石火、バカ野郎が。燃え尽きろ。うわ、これはもしや、あ、余裕で、余裕のよっちゃん、余裕のよっちゃんでした。はい、23に上がりました。さあ、直輔さんは預けましたか。はい、コクーンで終わり、預けました。あれ、コクーンで終わっちゃったよ、こいつ。なにこいつ、ちょっと、なにこいつ、なにこれ、コクーンで、あれ、2人預けられる。お、なんでもコクーンで終わるんじゃないの、なんで弱いやつ。わあ、もう本当に普通にコクーンで終わらせてきたよ、こいつ。ストライクじゃない、最後何してんの。あ、ちょっと入れ替えたんですね。何して研究分かってないだろう、本当。全然燃えないじゃない、この試合、フェスが。フェスが分かってない。盛り上がりが、インセクトバッジの効果はしてる。これ、まあ、バッジ集めればいいでしょ、これ。うん、そうですね、2つ目のバッジ。はい、さあ、ゴージャスさん突破しました。突破、くそー、楽だったな。くそー、あれ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 、イヤギリは、お、あ、こっちか、自分こっち。あ、もうできてる。さあ、果たして誰に覚えさせるのか。着いたー。お、直輔さん到着。なんだっけ、ここ。ここは、待て。そっか、覚えられる。火のジャスにはもったいないな。私が大好きな場所。私が大好きなところだ。お、みんなー、ご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ、次回も面白さレボリューション。バイバーイ。